いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。すんごい量じゃ。よりぐっとうまそうじゃ。焼肉に鶏団子じゃと。どうぞ。今日も今日とてデカ盛りじゃ。肉とキャベツでいくか。甘みがあり、シンプルな味付けがうまい。よし、麺を行くぞい。久方ぶりの赤羽。飲み屋が多いイメージじゃが、案外静かな面もあるんじゃな。現代に来てからというもの、うまい飯にやりつけ満足しておるが、侍トークができる者がおらんのがちと寂しいものよの。侍のあんなことやこんなことを話したいの。どこかに侍の話ができるところはないかの。侍クラブ。侍侍クラブ、これは侍について大いに語らうところと見た。まさにこういうところを探しておったのじゃ。さ、早速大いに語ろうぞ。サマライ。奥に進む感じが良いな。ごめん。これは、なんというか、ラーメン屋のような雰囲気じゃな。そうか、侍トークの前にはまず腹を満たせということか。腹が減っては戦トークはできぬからの。シャレオツじゃな。ここはいつもの感じで参るかの。シャレオツじゃな。はい、どうなさいました？まずは一杯くれ。はい、かしこまりました。あとで侍トークしようぞ。丸太のようなチャーシューじゃ。これはうまそうじゃ。いっぱい切ってくれておるわ。おお、味噌ときたか。一味にごま、香味油が入る。これ香味油。これは濃厚そうじゃ。その香りが漂っておるわ。すんごい量じゃ。もやしもすんごい。味噌にもろこし、そして炙りまクリスティー。よりぐっとうまそうじゃ。焼肉に鶏団子じゃと。卵ももりもりじゃ。よいしょ。いい笑顔。どうぞ。今日とてデカ盛りじゃ。タンパク質祭りな味噌ラーメンじゃ。見渡す限りのチャーシュ
目玉焼きのようなものもあるの。味変にご飯もついてきたわ。腹ごしらえにしてはデカ盛りが過ぎる気がするが、相手にとって不足なし。じゃあ薄い甲冑もバッチリ。よし。30分。いざ尋常に勝負。これは濃厚じゃ。ベジファースト。もやしじゃな。もやしはもやし。だがそれがいい。ここで一旦体楽装茶じゃ。体楽装茶をご購入いただいた皆さん、感謝感激やめあられ。おかげさまでご好評いただいております。引き続き体楽装茶の売り上げの一部を支援しておりますペットの保護施設に寄付させていただきます。体楽装茶も引き続きよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。うまい。拙者と共に健やかな毎日を過ごしてまいろうぞ。詳しくは概要欄をチェックやじゃ。肉とキャベツでいくか。甘みがあり、シンプルな味付けがうまい。ラーメンの上にありながら、肉野菜炒めのようにいただける。うまい。楽しみであったチャーシュー。とろっとしつつも食べ応え抜群。これはうまい。ジャガイモまであるのか。ラーメンにジャガイモ、合うではないか。もう一枚チャーシュー。チャーシューどんどんいっちゃおう。しっかりした味付けがうますぎ献身。うまい。よし、麺を行くぞい。縮れ中太麺、スープがよく絡む。すすりがいのある麺じゃ。とろーり半熟じゃ。月が割れた。
これもまたとろけておるわ。とろけた黄身が麺に絡んでうまさ倍増じゃない。うまい。残り20分です。うん、海苔をつけておくか。海苔よ、静まりたまえ。罪も奥義じゃよ。これはつくね。うまい。ラーメンにつくねって珍しい気がする。生姜。しょうがないの。味噌に生姜という香り高さ。合う。鶏と魚介と豚骨の濃厚味噌スープに一味やごまの香りがずっとうまい。拙者が勝てんって言うだろうと思ったそこのうぬ、よく武士飯を見てくれておるようじゃな。感謝。がっつり汗をかいてきよったわ。ここでチーズ。どこまでも限りなく降り積もるチーズとあなたへの思い。よし、雪を降らせてやった。うわー、めっちゃチーズじゃ。まさにチーズの雪。麺によく絡むは濃厚だわで大変じゃ。残り10分です。何？序盤遊びすぎたな。いつものことじゃが、おたわむれあってこその武士なんですかね。うむ、うん、まだ余裕があるがな。お分かりいただけただろうか。10万石饅頭が置いてあるということに。怖いな。いや、怖くはないな。張り付いておるわ。
ちょっち時間が危ういか。食べるサウナじゃな。うまい。頼む。はい。飯を頼む。はい、かしこまりました。飯を追う。はい、ライスです。失礼します。足りぬな。これの2倍ほど頼む。まずは。よし。先にいただかせてもらおう。うん、うまい。ナイス追加。うん、差し気ない。これでも足りぬ感はあるな。雑炊まだ足りぬな。前ぐらいにお知り合いになるぐらいもらおうとしてますね。うん、だから制限時間がこれなんでな。来るまでも減らさねば。時間が、すいません、これでギリギリで生きていたい感じになってきたの。うん、よし、これでさすがに。うん、よし、いい感じだ。ギリギリでも楽しみきってみせる。うまい。だが暑い。重い。に入っ、あ、入らないのか。なるほど。あ、ダメだ。全部は入りきらん。1分半切れました。何？6キロ食べ終わっていたのにさらに1キロ増やしてくるあたりとかね。さすが武士殿です。うむ、残り1分です。ここまで来たら間に合わせたいというもの。すり鉢が重いわ。30秒。風が語りかけます。うまい、うますぎる。うまい、めっちゃ汗だく。ん？何か忘れておる気がするな。まあよいか。ここに何かをしに来た気がするんじゃがな。忘れたわ。はっはっは。